オリエンタルコンサルタンツグローバルの総合開発事業部というところの公安部の副部長をしております清末と申します。今日はよろしくお願いいたします。まず自己紹介からですけど、名前は清末文明と申します。1970年生まれ、1994年のに京都大学を卒業しまして、その後東亜建設工業という建設会社に就職しました。で、そこでは現場の施工管理ですとか、設計施工計画積算などを行いまして、2009年に現在のオリエンタルコンサルタンツグローバルへ転職いたしまして、海外の公安調査計画設計施工管理などに従事しております。で、最近の取り組みということなんですけれども、無償資金協力事業でアンゴラ国のナミベ港案件を担当しております。こちらも竣工しまして、今貸し検査をやろうかというところの段階、それから円借款事業ではですね、マダガスカル国トアマシナ港というのが大きい事業があるんですけども、そちらのパッケージ版を担当しております。で、こちらも今年の6月に竣工しまして、現在メンテナンス期間中になってます。で、来週からちょっとイラクの方で円借款事業ありまして、そちらの施工管理に行くことになっております。これまでの概略の経歴なんですけど、昭和45年に生まれて、初めての海外は昭和59年、中学2年生の時に中国に行きました。で、会社に入って、平成12年、初めての海外の出張はベトナムのダナン港でした。で、それから2009年、平成21年に転職して以来、ベトナムの案件、それから、最近はアフリカ諸国の案件に行くことが多いです。続いて、で、学生から社会人へ、どういうふうな、ことをやってきたかと、言うと、大学は土木工学科を出まして、その後建設会社に入って、いろいろやって、で、一度、外部に出向する経験があったもので、そこでコンサルの仕事を経験して、転職のきっかけとなって、現在の会社に至っております。で、これまでに訪問した国は、旅行等も合わせて23ぐらい、あまり多くないです。で、ここから海外のプロジェクトの事例なんですけども、こちらアンゴラのナミベ港の改修計画という無償資金協力事業で行われた工事です。私はこれの業務主任として携わりました。で、この案件のテーマは、港の復興を行うことで、港がもともと持っていた機能を回復して、それによって周辺地域の住民の暮らしを守って、さらには経済を豊かにしていこう、そういうふうなもとで行われた事業です。で、これは写真は竣工式典での写真ですね。はい、で、これが私2005年の時にも、実はこの港に訪れてまして、その時の調査でものすごく劣化が激しいということで、緊急に回収しなきゃいけませんという計画を JICA さんの調査で、提出しまして、それが無償資金協力事業として実ったということです。で、今回回収しまして、デコボコだったヤードが全部平坦になったり、あとは船が着くための防舷材というものが、きちんとした防舷材、このアンゴラの国でこのようなきちんとしたものがついているのは、ここのナミベ港だけなんですけど、こういうものを設置したいというふうなことをしました。で、こちらは関係者全員での写真なんですけど、最大で100名いて、そのうちアンゴラ人の作業員も90名いて、で、現地、非常に失業率なんかも高いんですけれども、そのうち60名、コントラクターさんの人力もあったんですけど、現地からの雇用
ということで、現地の雇用改善にも貢献しました。で続いてマダガスカルの案件ですけど、これは今進行中の案件です。でマダガスカル国のトワマシナ湖拡張事業という非常に大きい事業で、私は2015年の準備段階から、関わっております。で、パッケージが2つに分かれてまして、先行して着手する部分と、今本格工事のパッケージ2と分かれてまして、パッケージ1の方は今年竣工で、引き続いてパッケージ2の事業をあと6、7年かかるんですかね、やっております。で、この写真は着工式というのが行われた時の写真で、右下の真ん中の白い服を着ているのが今の大統領じゃないんですけど、前の大統領が、出席された時に一緒に撮った写真です。で、これは拡張事業の概要になりますけれども、今回、パッケージ1の工事をやっている中で、コロナが発生しまして、私はずっと現地に滞在をし続けましたが、業者さんは帰国されたので、そのために、工事が遅れました。ですが、変更で設定した工期内に一応竣工を迎えることができています。でパッケージ1っていうのは消波ブロックをひたすら作っていく工事で、日本でもあまり事例がないんでしょうけども、50トン型っていう大きな消波ブロックを2361個、それから30トン型、これもかなり大きいですけど、それを800個、それから埋め立てですとか護岸ですとか、あとはアクセス道路の整備ですとか、そういった付帯の工事も含まれています。で本体のパッケージ2の方は本当に港湾工事で、岸壁を延伸したり浚渫をしたり防波堤を延伸したり、そしてパッケージ1で作った消波ブロックを据えていくというような工事になっています。これがプロジェクトサイトの前景です。ドローンで撮影したものですけども、左側は着工前で2018年4月、何も、ない、状態のところに、2021年6月で、護岸ができて埋め立てもして、この埋め立てたところに、製作したブロックを、仮置きしている。で現在パッケージ2はこちらのコンテナターミナルの拡張工事、それから防波堤の延伸工事ということを今、やり始めています。でこちらは現地での活動です。で消波ブロックの50トン型って、これ人ものすごい近くで、撮影しているものなんですけども、見てもらえば分かるんですが、非常に、大きなものです。でこの国は非常に泥棒なんかが多いんですけども、これはさすがに50トンが50トンもあるんで、盗まれる心配はありません。はい、ということです。であとコロナでですね、マダガスカル国もいろいろと、日本のように緊急事態宣言ですとか、夜間外出禁止令ですとか、そういった規制措置がかなり厳しいものが出まして、マスクをしていないと、外でマスクをしていないと逮捕される、そういうふうな厳しい規制がありました。そのためにですね、非常に貧しい方たちは生活に影響が出まして、そのため我々としてはその州政府にですね、例えばお米、油、豆など食料品、それからマスクですとか消毒ジェルですとか、そういったものをですね、寄付するようなこともいたしました。でこの下の方は、私どもと一緒に働いてくれている、現地のスタッフ、まだ、パッケージ2の方が動いてますので、彼らはみんな元気でやっていることだと思います。これがプロジェクトの完成の予想図ですね。我々が整備したのはここのコンテナヤードの部分を先に埋め立てを行いまして、で先ほどのコンクリートブロックはこの防波堤の延伸の部分に使われる予定になっています。続いて私ベトナムでの経験も長いんですが、円借款とか無償資金協力ではなく、
これは純然たる民間のプロジェクトで、日本人の公安アドバイザーとして携わった事例です。これはロシアの石油会社がいまして、その会社が石油精製所を作るということで、公安のアドバイザーとして1年半事業者の立場で業務をする機会がありました。で、困ったことは、英語じゃないといけない人が私ともう一人、イギリス人一人ぐらいしかいなくてですね、事務所の中がみんなロシア語とベトナム語で進んでいったという、何を話しているのか全然わからなかったということでした。で、ヨーロッパのコンサルタントとも共同して事業を進めていったんですけれども、ウクライナ危機がございまして、その時に欧米から資金が滞った関係で、計画が頓挫しちゃいました。そういうふうな経験もございます。自己紹介兼ねてやらせていただきました。はい、ありがとうございます。大きいプロジェクトを担当されていまして、そうするとプロジェクト、時間、プロジェクト工期、人の管理、かなり大変ではないかと思うんですけれども、ご苦労された点、また工夫されてた点などいかがでしょう。そうですね、アフリカになります、アフリカなんかになりますと、かなり生活が過酷になります。特にアンゴラとかですね、になると、気候が砂漠だったり、食べ物が、ポルトガル料理で塩分が多かったり、ちょっと偏っちゃう。で、現場管理で、私どもも、人を派遣するんですけれども、通常半年に1回の帰国とか、そういうふうに、規定されてたりするケースが多いんですけど、派遣される方の健康状態とか現地の状況を見て、その期間を短くして、その代わりに、私が、代わりに行くというふうなことで、やってました。ベトナムなんか の東南アジアですと、何かあっても飛行機1本ですぐ帰れるのでいいんですけど、アフリカになりますと飛行機1本で帰れるところがないもので、また費用も非常にかかるんですけど、何、はい、かあったら困るので、事前にそういうふうな対策を取って進めました。そうすると基本的にその清瀬さんは現地の方に長く、人よりも長くおられたということになると思うんですが、その時って何か日本恋しくなるものってありましたか？そうですね、最近は日本郵便ってすごいなって思うんですけど、 EMS っていうのがありましてですね、特に危ないものじゃなければですね、いろいろ遅れるんですね。で、アフリカのマダガスカルにも2週間ぐらいでちゃんと届くんですよね。だからもし例えばインスタントラーメンが食べたいとか、醤油が買えなくなったっていう時は、そういうのを日本にお願いしてですね、段ボールで送ってもらったりとか、そういうのはしますね。すごいですか。ただ何でしょう、梅干しを持ってくとか、味噌汁のあれを持ってくとか、なんか そういうのは持っていきますけどね。すごいですね。鈴木みたいな感じですね。そうですか。食事、確かに皆さん海外赴任されるとね、食事のところはね、ちょっと気になるって思っていきたいもの、お好きなものっていうのは手放したくないところですよね。どうでしょう、現地のマネジメント、先ほどもちょっと工期が遅れたというお話も出ておりましたけれども、そう、こういう状況でもう仕方がないということもあるんでしょうけれども、どういうふうにそれを工期また調整をされていくんですか、現地の方では。これはですね、ケースバイケースだと思ってまして、私のケースの場合は非常に恵まれた、たまたま恵まれたケースで、お客さんも、業者さんも、満足した形で、変更の工期の設定ができたんですけれども、
中にはそういうふうにうまくいかないケースも、まあ、多々今このコロナの中で、あるやに聞いてます、はい、そうそう調整役でおられるんですよね、そうそう清瀬さんの場合は。そうですね、調整をそういう問題あったら調整しないといけないですね、うん、双方の言い分、はい、そういう時一番苦労なさる点というのはどういうことでしょう。やっぱり人と人とが、まあ、話しますんで、必ずなんて言うでしょう、やっぱ自分の思い通りにしたいわけですよね、どちらもね、はい、だからそこをどこで妥協点を見つけたらいいんでしょう、まあ、ある程度合理的な考え方で、それを見つけていく、それでそれを理解してもらうっていうのが非常に難しいですね。今までのご経験の中で印象に残ったこと、良くも悪くもどちらでもいいんですけど、本当に印象に残ったことって何なんでしょう。やっぱり最近で言うとコロナの中ずっとマダガスカルに続けたことぐらいですかね、結局私渡航して、すぐ国境が閉鎖されちゃってですね、はい、まあ脱出をした日本人も、まあ、いっぱいいたんですけど、私はもう行ったばっかだったし、荷物もいっぱい持ってきてたので、はい、まあ、居続けようかなと思って、居続けたら1年いちゃったという、そういう、のはありましたね。その間、まあ、先ほども現地の方にも食料、物資などを提供されたということですけれども、それこそコロナ禍で、コロナのこの状況の中、物資を日本から。取られたんでしょうか。結構そこの苦労も終わりだったんじゃないかと思います。物資はですね、寄付した物資なんかはですね、現地で調達ですね、もちろん、はい、でコロナで一番ひどかった時はその航空便なんかも全部止まっちゃってたんで、それで現地の方だったんですね。いやちょっとそこが気になり、気になってどうされたのかなと思ったんですけど、現地で、はい、でも現地で物資集めるの大変だったんじゃないですか、そういう時だと。いや、それはですね、あの国は非常に大きな国、日本より大きな国でですね、マダガスカルっていうの、はい、農業が、かなり盛んでですね、そういったもの、まあ、値段は高くなるんですけども、はい、激しく不足してるっていうことは、我々が住んでるところではなかったですね。そうですか。はい、日本の方がじゃ書いて慌ててたのかもしれませんね。そうですね、日本の方がやっぱりちょっと大変だったんじゃないですかね。マスクがないとかね、ありましたもんね。なんかすごかったですね、マスクは、ね、なんか値段の高騰もびっくりするような感じでしたね。そうですか。いや、そういうこと、でも現地で本当にそうやって物資を提供いただく、プロジェクトのみならず現地の貢献って大きかったんですね。そうですね、そのおかげでマダガスカルの全国テレビに、はい、そういう状況が出ちゃってですね、私はもうてっきり自分の話してる言葉が通訳の人がちゃんと現地語にやるので、適当でいいやと思って話をしてたらですね、結構私自分で話してる中マダガスカル語で挨拶したりとかですね、そういうのがそのまんま実際になんか放映されちゃってですね、ちょっと話題になっちゃったんですよね現場の方で、あの人はなんかマダガスカル語で挨拶してたよって言われてですあ、そうなんです。現地の方、ま、との、そのコミュニケーションは、先ほどおっしゃった通訳の方とかですか、それとも英語を解説しつつですか。そうですね、現地のスタッフは一応英語が喋れます。で、また業者さんの第三国人のスタッフですとか、ローカルのスタッフさんも、基本的にはみんな英語が喋れるので、そこの部分のコミュニケーションは、まあ問題ないですね。実際のローカルの労働者は、それはちょっとダメですけど、そうすると、まあ基本的に英語ということでしょ、そんなにいろいろ難しくなるということはなかった、混乱をするっていうことも。そうですね、私も別に英語ネイティブじゃないし、
向こうもネイティブじゃないので、その辺はまあゆっくりじっくり話してできたかなと思ってます。今お話人とじっくりお話をなさった、本当にたくさんの方を現場で見ておられて工事を進めていく、そういったところで人の管理、先ほども後期のちょっとお話も伺いましたけど、人の管理マネジメント、どういうところで一番工夫をされたんでしょう、また課題というんでしょうか、挑戦だったんでしょうか。そうですね、これはどこの国でも同じだと思うんですけど、自分の考えを押し付けないようにすることですね。だから例えば英語で、コミュニケーションする場合に話し言葉の中で例えばシャルとかね、何々すべきだとか、そういうことは基本的に意識して使わないように、要は自分の考えを押し付けないようにするようにしてました。また文化的な背景とかそういうものが違いますんで、我々と我々の常識は通じないところがあるので、怒らない、焦らない、でも諦めないとかね、侮らないとか、そういうなんか4つか5つぐらいなんかこう決めて、やってます。海外のプロジェクト、海外プロジェクトをずっとやっておられますよね。そこでその醍醐味というのはどういうものでしょう。それからどうしてその海外プロジェクト、海外に、海外をやはり、やりたいというお気持ちにずっと残っておられますか。そうですね、私の、経歴からすると最初4年間は国内の建設工事現場に行ってましたけど、それ以降は設計の方をやりましたけど、それでもやっぱずっと海外の案件をずっとやってて、海外の案件を担当するような、海外の案件をやるのが普通だというふうな、いうふうになってきましたよね。やっぱ日本の、プロジェクトも今ちょっとよくわからないですけれども、当時はやはり海外の工事の方が、自由度があって、魅力的だったんだと思います。はい、それでそのまま続けて、やってきたということです。はい、そうしますと、やはり今後も海外のプロジェクトを携わっていきたいとお考えですか？そうですね、あまり何十年もっていうわけにはいかないんですけれども、ある程度健康なうちは、やりたいと思ってます。海外の、プロジェクト、先ほどおっしゃったのスピード感を持ってて、工期を決めてどんどん進めていくということだと思うんですけれどそこのどうでしょう、それはどうしてそういうふうにできるんでしょうか。どうしてでしょうね。ね工事を発注するときに、工期っていうのはもともと決まってますから、それに合わせて、業者さんは見積もりをして入札をして、きます。はい、で、あとはだからそのコントラクターがどういうふうに考えているか、ですね、施工の方法であったり、どういう、機材を持ってきてやるとか、はい、ちょっと難しいですねそこを、いかにも肌で感じたらもう越冬されてるからですかね。そこをこう調整して進めることができる、ただ工期を短くすると費用がポンって出ちゃいますから、ある程度短くしたことによって節減できるものと出ていくコスト、それがバランスするところでリーズナブルなところで、考えていく工期は、しないといけないと思います。皆さんね、国内の建設会社の人なんかもそうなんですけど、やっぱりいまだに海外には行きたくないっていう人結構多いらしいですね。聞
いますね、うん、でだから私はもっと所属してた会社でもやっぱりその、海外行きたくないっていう人はやっぱ結構多かったですから、なんでかなって思っていて、海外旅行は行くのになんで行かないんだろうと思うんですけど、まず若い人には海外、まあ、今は結構、大学の留学とか大学院海外行ったりとかっていうそういうケースが最近増えてますから、どうか分かんないですけれども、まあ、海外とりあえず行ってみたらっていうのは思いますよね。まず海外行ってみたらっていう、要は言葉の問題とかね、みんな気にしてると思うんですけど、最初から完璧にできるわけじゃないので、まず海外をで経験してみたらというふうに思います。もう別に何も考えずに、とにかく行ってみたらっていうのが、ぜひそのメッセージを次の方にも、本当に我々としても今回の企画として伝えていきたいと思います。ありがとうございます。